よし、防具、武器、エンチャントをしました。よし、なぜ今回こんなに強化したかというとですね、この実績の中にあるどこだったっけ、なんかネザーの奥深くへみたいな実績があったよね。あった、とにかくネザーの奥深くへだったよね。ちょっとこれをね、気になるんでね、行ってみたいと思うんですよね。よし、あ、そうだ、その前に納豆忘れてたわ俺納豆忘れてた。よし、ちょっと見に行ってみよう。できとんかな。あ、ちょっと色変わっとるかも。よっ、あ、取れた納豆、持っていこうネザーに。で、こっちには、よいしょ、あ、これももうもやしできとんかな。これ納豆もこれできてるよね。よいしょ、もやし、あ、取れたよ、もやしが燃えたどういうことよし、これはもうまた大豆を植えてやらんと。あ、そうだよね。よし、ちょっと羊毛も集めよう、羊毛もね。よーし、お、うん、もやしね、オッケーオッケー。じゃあこれちょっと入れといて、納豆も入れとこうか。よし、さあ、どん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 実績も解除されてきたね。あ、この不細工な建物はですね、ちょっと僕のご飯を作っているとこですね。まあ、牛と鳥をここで元気に育ってもらって、まあちょっと食用とね、悲しい、なんか食用としてちょっと今生きてもらってます。よし、さあ着いたけど、ネザーの奥深くへってなんだろう。ネザーの奥深く、地面ってことかな、それともどっか遠くに行けばいいんかな、どうなんだろうね。ネザーの奥深くへ、まあ、ちょっとできるだけ下の方に降りてってみようか。じゃあ、よいしょ、ネザーの奥深く、でもこの下とか危なそうだよね。絶対やばい。そうだよね、そうだよね、溶岩あるもんね、いけないよね。よいしょ、ネザーの奥深くへってなんだろう。奥深くって横に深くなんかな、それとも縦に深くなんかな。よし、お、岩盤までついた。これネザーの岩盤まで来たの初めてかも。え、奥深くって言ってもやっぱここじゃないんかな地面的な深くじゃなくて奥行き的な深くだったんかな。いやー、結構歩き回ったけどね。結構歩き回ったけどっていうか、あっち側になんか見える、あれかな、大丈夫。あ、この下にもある。
いや俺のせいじゃないよ今の、俺のせいじゃない、なんかあそこにあるやつじゃない、よいしょ、わこれか、よいしょ、これっぽいよね、よいしょ、ああやっぱこれだ、地獄大豆これだ、なんか貴重だろうしちょっと取って帰ろう、よしよーし、これだな、これで豆腐ができるんだな、違う、よし帰ろう、おーし帰ってきた、よいしょ、よよよ、これ同じように作っていいんかな、どうなんだろう、よいしょ、豆乳を作るときと同じようにこうでいいんかな、あ合ってるっぽい、地獄豆乳バケツ5個ぐらい作ってみようかな、よいしょ、あバケツがない、よしこれでいいんかな、あとにがり、にがり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 、よし、同じようにちょっとやってみようか、にとこれを入れてこれを入れてこう入れてこう入れて、よいしょ、でこれににがり、お、できた、あ、これは踏んでも壊れんのだ、あ、できた、地獄の豆腐を食す、よし取れた取れた、結構レアなものなんかな、この辺だったよね、地獄の豆腐を食す、よし、地獄豆腐っていうのもできたね、清めの塩、塩を金で清める、塩とダイヤモンド、なんだこれ、まずボール、塩、ダイヤ、これだ、森塩できた、よいしょ、これとあとこれ金塊がいるみたい、金塊と塩できた、魔除けの塩、これなんだろう、魔除けと魔除けの塩と森塩、なんかに使えるとか、なんか犬に使うの怖いなあ、犬ちなみに増えました、犬じゃないね、狼だね、一応増えました、置けると、うん、なんだこの魔除けの塩ってなんだろう、おお、今ね調べたらすごい面白いものだっていうのが分かりました、この魔除けの塩っていうのはもうゲージがちょっと消費されてるんですけど、これはこれを手に持つと敵がおもむろに逃げていくそうです、なんかどっか敵いないかな、いた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 、ほら、あーすごいめっちゃ逃げていくじゃん、いていて、攻撃はしてくるんだねものすごい逃げるけど、でこのね森塩は魔除けの塩の上位アイテムで、地面にこうやって置くと、こっから 41×41×41× の空間に敵やスライムが自然にスポーンしなくなると、拠点の安全が確保されます、だってすごいね、え置いとこうかな、どの辺に置いとこうかな、この辺に置いとこうかな、え、いいじゃんこれ、敵がスポーンせんくなる、ちょっと寂しい感じもあるね、でもなんとなく寂しい感じもあるけど、ちょっと置いといてみようかな、よいしょ、石をこう4つ置いて真ん中に TNT 置くと、スポーン豆腐クリーパーって書いたんだよね、ちょっと気になるよね、豆腐クリーパーやってみたいな、どこでやる、爆発するんでしょ、だってクリーパーってことは、ちょっとある程度の覚悟はして、ちょっと離れたとこでやろう、どうなるかわからんもんね、
よし、ここで出してみよう。いでよ豆腐クリーパー。あ、怖い。いでよ豆腐クリーパー。あ、出た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 。倒していいの？めちゃくちゃびっくりした。なに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 。いや、木綿豆腐こんな出してくれんの？すげえ。ちょっと迷惑。よし、ありがたいけど迷惑だなこれ。掘らんといけんじゃん。あ、でもさ、今の豆腐クリーパーが俺はどっかに行った時に仮拠点作るのめっちゃ楽になるんじゃない？もうこれ何スタック分取れるん？だってさ、豆腐クリーパー出して爆発させてこの中くり抜けばいいんだもんね。やっと回収した。4スタック半ぐらいあったわ。すごいね。っていうかこのこれ何も変わらんね。何なんだろう、何の意味があるんだろう。木綿豆腐だよね。どうやったら石豆腐になるんだろう。わかったわかった。これなんか地面がこういう土だったらダメなんだって。硬いものじゃないとダメって書いてある。ってことはやっぱここに石とか置かなきゃダメなんだってことだよね。よし、ちょっとやってみよう。よし、よし、下を石にしたんでこれでね変わるかなと思います。ちょっと待ってみようかな。じゃあこれが石豆腐になるのを見ながら終わろうかな。見ながら終わるっておかしいな。ちょっとこのまま見てみたいと思います。おお、ちょっと目を離した隙に石豆腐でしょ。これ色が違うもん。掘ってみようか。あ、やっぱり石豆腐だ。でこの石豆腐をこのまま置いとくと鋼豆腐っていうのになるんだよね。わあ、いい。それでまた装備とかも作れるみたいだし、ちょっとここで並べておくのはちょっとあれなんで、また下にね、あっちの豆腐屋敷の下に設置したいと思います。今ね、石の壁、豆腐でなんか壁が作れるっていうんでちょっと作ってみたんだけど、その間にもう石豆腐になってたよね。いやー、いいな、楽しいな豆腐。あそこの下もね、豆腐ブロックに変えてみました。へー、いや、ちょっとずつ豆腐の風が吹いてきたんじゃない、この動画にも。よし、では皆さんまた見てください。ありがとうございました。